バスおじさんは2006年に香港の路線バス車内で青年を罵倒し続けた中年男性の通称。また、この光景を撮影し、インターネット上に公開された動画や、それによって香港で起きた社会現象をも指す。撮影された動画は HK ゴールデンフォーラムに投稿されると、すぐに YouTube と Google ビデオに転載された。 クリップは2006年5月の最初の3週間だけで170万、ットもの関心を集め、YouTube ではその月で最も多くの視聴数を得た動画となった。またそのチ当たりかつ表現巧みな言葉の言葉しりは、世界中のメディアから注目を集めることになった。香港での文化に衝撃を与えただけでなく、当地での生活様式、礼儀作法、 果ては報道倫理についてまでディベートや討論の格好の種にされた。香港ではこの動画をきっかけに音楽をつけたもの、他の映画やアニメと組み合わせたもの、ヒップホップ調にリミックスしたものなどいろいろなパロディ動画が作られ、相次ぎ YouTube にアップロードされた。T シャツなどのキャラクターグッズも作られた。ちなみにキャラクターグッズに取り入れる顔写真は有名。サッカー評論家。 ラムシュンイーラムシュンイーのものである。香港のテレビ局でも地元のサッカー解説者ラムシュンイーに似ていると報じられたが、単に声が似ているだけでもちろん別人であり、本人は似ていないとコメントした。また、インターネットのブームを受け、香港のテレビ局、新聞などのメディアでも取り上げられた。大ヒットした理由については、諸説あり、 バスおじさんのキャラクターの旗迷惑な滑稽さやバスおじさんに代表される香港人のマナーの悪さ、罵倒される一方の青年に代表される香港の若者の受け身性や暴力に対する無力さ、香港市民の受けている社会的圧力の悪影響などが主な論である。またアメリカ、イギリス、カナダ、タイ、南アフリカ、アラブ首長国連邦などの大手新聞でも 取り上げられるなど、この事件とその引き起こした社会現象は世界各国にも報道されている。その後、若者やビデオ作者及びおじさんは相次ぎ、各マスコミに名乗り出ている。出来事の一部始終については、英語字幕付きのビデオを参照。急龍バス 68X 系統2006年4月27日午後11時頃、香港の路線バスの車内にいた乗客のちゃんが、 携帯電話で大声で話していた。事件は、後ろの席に座っていた若者が、肩を叩いて声を小さくしてくれと注意したことに端を発する。注意されて逆上したちゃんは、後ろを向いて、若者を罵倒し続けた。若者は弱々しく話を切り上げようとするものの、ちゃんは、未解決、未解決、未解決、と遮り、いかに自分に、 社会のプレッシャーがかかっているかを語り、なおも話を切り上げようとした若者を聞くに耐えない、卑猥な罵声語を使って罵倒し続けた。また、若者が謝り、解決した後は握手を強要した。この一方的な口論は、別の乗客によって、もし暴行事件に発展した場合に、警察へ証拠として提出しようとして、途中から携帯電話で撮影されていた。 英語ではこのビデオをバスアンクルと呼んでいるが、これはインターネットフォーラム上のメンバーが画面に登場する年老いた方の男をこう呼んだところから作り出されたタイトルである。中国では一般に年長者をアシクと呼び名わすが、英語にするとアンクルとなる。それで英語名はバスアンクルとなるのだが、この呼び名は香港の有名サッカー評論家で、 元中華民国サッカー選手、アンクルというニックネームでも知られるラムシュニーからも取られている。彼はビデオに登場する、年老いた方の男に声が似てもいるので、ラムの名前はオリジナルのビデオの頃からタイトルに付けられている。西洋の報道のされ方とは違い、アンクル、アシュクという言葉は全く付けられてはいなかった。ビデオは、X 久吉聖戦高厚賀宿等ともいし途中。 文工構成後と題した6分ほどものである。チャンは、法に肩を叩かれた時、サマリタンズの自殺防止ホットラインに電話していたのだと、述べた。当時、彼が口論した女友達に脅迫されていたからだと、言う。しかし、法に言わせると、チャンはただ友達と、おしゃべりをしていただけと言う。また、シンタオデイリー氏が報じたところによると、2006年5月31日に、チャンは、 左官閣の法の務め先を訪れた。事件について謝罪するためだったが、当時彼が計画していたバスおじさん、レーブパーティーという催しを実現させるため、商売仲間として、くもうとも論んでもいた。伝聞によると、チャンは即座に拒絶されて、事務所を追い出された。彼は、この対面をお膳立てしたジャーナリストたちに向けて、憤劇をあらわにして、 マスコミ相手に訴訟を起こすと脅かしたという。民オ氏はバスおじさんの振る舞いについて、バス乗客の貧困についての一般規約に、理論上は違反していることを指摘しているが、彼は、どの種類の刑事罰をも課せられることはなかった。このビデオクリップは、英語字幕をつけたものが多く出回ったが、これが、西側メディアや配信網にたちまち広まり、2006年5月終わりには、 主要な国際定期観光物で取り上げられるようになった。チャンネルニュースアジア、CNN、ウォールストリートジャーナル誌などである。香港ではバスおじさんでの文句の数々が、特にティーンの間で、今なお頻繁に引用され、モノマネされ、パロディ化されている。例えば、コマーシャルラジオ香港のトークショーのホストが、友人の教師が出くわした出来事について語っている。彼が立ち会った。 試験の終了時、記入終了を嫌がられた生徒たちから口々に、未解決、未解決、未解決、と言われた。この時その場にいた別の教師が、お前たちはストレス溜まっているだろう。けど私も溜まっとる。いずれも、引用、と切り返して、生徒たちに了解させたという。ビデオ中の有名な、決め台詞は、インターネットフォーラム、ポスター、ラジオ番組などに、 たびたび登場し、これを織り込んだカラオケバージョン、ラップ、ダンスやディスコ用のリミックス版など、数々のミュージックビデオが作られた。また漫画化した絵柄の T シャツや着メロまでが作られ、インターネット上で売られていった。2006年6月に TVB テレビは FIFA ワールドカップ2006中継の宣伝のために、バスおじさんのパロディを制作した。この宣伝クリップでは、 TVB のスポーツコメンテーターでその声がちゃんに似ていることが以前から指摘されていたラムシュニーが登場した。映像ではバスでラムの前の座席にいる乗客が来るワールドカップに対して TV 引退前の最後の仕事として責任感で重圧を感じないのかと畳みかける。ラムは切り返して重圧は感じないし中継への視聴者の期待に応える支度は整ったと。 強調した。乗客は彼と握手しようと持ちかけ、休戦しようと呼びかける。さらに、TV 局 ATV と TVB のシットコムではよく似た口論シーンが作られた。TVB のシットコム、うちにようこそ、ウェルカムツーザハウスのエピソード67では、映画館に入った若いメガネの主人公が大声で携帯を使う男を止めようとする。この結果、逆に彼は、 男から激しく叱責されてしまう。主人公の家族は、以前インターネットに流通するそっくりの出来事を収めたビデオを見ていたので、主人公に向かって、もっと自己主張していじめられるままにしてはいけないと悟す。エピソードの終わりで彼は、同じ場所で再会した普段の男と対決し、映画館から彼を追い出すことに成功する。多くの人々がこのビデオを、ユーモラスで愉快なものとみなしているが、 他方、これをストレスに満ちた香港での生活に対して、より多くの軽症と、不吉な予感をはらんでいると警告する者も,もいた。バスおじさんが、香港ラジオテレビによって、今年を代表する人物の事前候補にさえ上がった、事実が、一般住民にある共通した感情が流れている、ことを指し示している。著名コラムニスト、陶ーキーキットは、商業ラジオ局でこの事件について、 コメントを寄せた。彼はバスおじさんの振る舞いを騒音によるレイプと表し、事件は隠された社会的緊張が表面化したもので、あると同時に中国人に共通したものの見方の表れだと述べた。彼は、方の弱々しすぎる無口な態度に、現代の香港に生きる若者の典型を見出し、これを論評した。加えて、事件は、 住民同士の調和というものがいとも簡単に崩れることを案に意味するものだと述べた。香港中文大学にある香港ムードディソーダーセンターのディレクターリーシン・リーシングはストレス度の高い労働環境が香港中に次の伸ばすおじさんを生み出させていると警告した。リーは香港人の不機嫌な50歳代全てが怒りを暴力で爆発させる。 作動中の次元爆弾の状態にあると推測した。ジャーナリズムの教授で、インターネットの権威であるアンソニー・フン・イン・ヒ、アンソニー・ファン・イン・ヒムは、香港のこの感情任せな傾向は、ありふれた出来事を捉えた、低解像度のビデオ人気のせいでもあるとしている。口コミで広がる、類のビデオは、ある偏った層にばかり受け入れられるものだが、今回は、姿勢の人々の真実味ある、 普遍的な表現のために幅広く広まっていったのだ。他方、香港理工大学で社会学の講師を務めるホーク・オック・ジュンホク・ワック・リアンは、ありがちな味気ない生活の繁栄である、このビデオを取り巻く香港人の強い関心について興味を持った。論じるに値する興味深い話題だが、人々はインターネット上で伝染する文化的遺伝子といえるものの創造と、 莫大な視聴者へ情報を広めていく楽しみを味わおうとしたのだ。その上、いくつかのビデオから生まれたキャッチフレーズが学校で使用禁止になったことで、逆にそのビデオについてより興味を引かせる結果になった。リゅによれば、こんな状況がビデオクリップカルチャーの繁殖につながる肥沃な土壌となっているのだ。文学者であるアーノンアーノンはバスおじさんの事件について、 香港人が持つ無関心さに光を当てる出来事だと述べた。彼はちゃんと方との熱を帯びた、口論の最中、方に味方する者が一人も現れなかった点を強調した。また、自身が数年前にバスの乗車中、床に座ってタバコを吹かしている男と対決して、旅程中ずっと怒鳴られっぱなしでいた思い出を語った。彼が言うには、運転手に、 他の乗客の苦情を持ち込むのは相手を無駄に困らせることになるだけなので避けたのだという。アーノンはこのような社会では人が良いと思って行った行為でも悪事として訴えられるようになってしまうと主張した。香港クリスチャンサービスの牧師であるアップル製法、イアップルシーホーイーは12歳以上の506人の学校生徒を対象にバスおじさん事件と 市民意識についての外観調査を行った。返答では、バスに乗車中、携帯電話中で大声を上げている人にしょっちゅう、出くわすと答えたものの中で、相手に干渉したり運転手に注意するものの割合は47%足らずだった。何もしないと答えたものの理由は、恐怖、無関心、どうしたら問題を解決できるのかわからないなどだった。市民意識の面では、 携帯電話を使って大声を上げるのがいけないことだとは感じないという答えが多数を占めた。精営は今時の香港の若年層は貧弱な市民意識しか持っていないと述べ他人への思いやりに関した議論を檻に触れて行うのは自然なことだろうと締めくくっている。香港上司大学の社会学講師であるんファン春南ンン。ファン春は香港人は 公共の場所で大声で会話する傾向があると説明する。彼女は例として乗用車や鉄道に備え付けられているテレビの多くで番組が最大音量で視聴されている現象を挙げている。は政府が公共の場ではもっと他人への配慮に気を配る要市民教育を施すべきだと示唆した。学校で私もストレスが溜まっている。 のようなキャッチフレーズを使用禁止にする件についても彼女は生徒が本当にプレッシャーに直面しているのか、ただ流行に追随しているだけなのか教師の側で見分けなくてはならない。そうして必要があると判断できたら指導を行えるようでなくてはならないと述べる。バスおじさんにちらついていた社会的見識の欠如を否定する人がいたにもかかわらず、 一方的な狂乱が数々の戦場的な新聞、例えば貧化日報や東方日報などによって人工的に作り上げられた。部数増加と利益追従のためである。メディア論評家たちはニュースを報じるのではなく自ら作り上げるマスコミを攻め立てた。香港中文大学のスクールオブジャーナリズムコミュニケーションディレクターのクレメントソヨーキークレメントソヨークキーは こう警告する。バスおじさんの話題を掘り下げる手法について、ニュース報道の伝統的なやり方をいないようだ。例を挙げると、マスコミのいくつかはバスおじさんの身元を暴露するものに、報酬を提供していた。2006年の5月末に、あるジャーナリストと写真家のグループがちゃんと法の会合をお膳立てし、これに随行した。法の拒絶をくらった後、 彼らはちゃんを夕食とカラオケに連れて行き、このカラオケの模様が大々的に報じられることになった。多くの人はこれがわざと作り上げられたニュースで一面トップを飾るにはふさわしくないと感じた。タクンパオ氏は社説でバスおじさん事件は香港のマスメディアの試金石となったと述べた。そこではインタビューのためにちゃんの身元調査を行った件に触れている。 彼は自分の生涯について多く尋常でない主張を続けていたが、マスコミはそれを何の検証もせずに掲載していたと記している。この社説では、ジャーナリストたちがニュースの劣造などしてはいけないと今しめ、代わりに記事の確実性に主眼を置き、その上で事件を報じるべきか実行するべきなのだと結論付けている。他方では、この狂乱が、 メディアの凶暴で作り上げられたのではなく、むしろ民衆の好奇心から来るものであり、また、香港の消費者たち自身が形成するメディア需要の繁栄であるという意見もある。こういった状況は一方で、日常生活の潜在的なコメディ性に新たな光を当て、プライバシーへの懸念を放棄しても構わなくさせるという意味でカメラ付き形態を商う者たちの思うツボと言える。 ありがとうございます。